のパンで様子を笑った。寂しいとか愛とかわかんない、人間の形を投げ出したんだ。抱えきれない言葉だらけの存在証明を、この小さな箱から出らんない。気づいたら最後に満たしたい。僕ら全員演じていたんだ。エンドロールに向かっていくんだ。みんな必死に役を演じて、傍観者なんてないのさ。私なんてないの、どこにだっていないよ。ずっと僕は何者にもなれないで、僕ら今さ、たくらいだって演者戦されなしで見えてはいないぞ。誰のかしことも合うぞ。その目に映るのは、触れたら壊れてしまった。間違ってく様子を高かった。僕ら全員抜けてありました。いつの間にやら怪物になったんだ。その全てを超えて医者と前に見えないかい。ああ君にはきっと無理なんだ。だから君にはきっと無理なんだ。いつの間にやら外野にいたんだ。そんな外野ばっかり飛ばしてきたんだ。みんな必死に自分を守って、救いの手持っているのさ。考えたくもないよ、バカになってたよ。ずっと僕は何者にもなれないで、バカでもいません。正常に立って、その旗も高くなってる。絶対よりも言葉すら必要ないよ。ぽつりと泣いた。隠してきた本当はどこにもない。笑ってきた奴らに場所はない。思い出して吐いて知れ感情はない。流した涙理由なんてない。優しさに温度も感じられない。差し伸べた手に疑いじゃない。穴が開いて愛を取れてしまいなったんだ。倒れそうな僕を覗き込んだんだ。諦めかけた人の前に会うから、いつも朝笑うように夜出ました。君にはどんな風に言ってる。ない呼吸を整えてさ、さあずっと僕は何者にもなれないで、僕らは今さ、たくらいなんて現実にされなしで見えてはいないぞ。誰のかしこともあるぞ。ドラマチックな展開をどっか期待してたろう。君もイエスにしようね。再会はそこにあったね。約束ねえよ。その心を信じてさ、また見ると